今回はワームさんでこちらイージーブースト350の買い取り査定をしていただきたいと思います。新品で買ったんですけど、僕が何回か履いたものになります。30センチのものです。こちらお買い上げありがとうございます。どうでしたか？いい価格なそうですね。一応このイージーブーストなんですけど、3万5,000円の買い取りがつきました。このサイズで、しかも中古なんですよ。何センチでしたっけ？30センチです。確かにそれで3万5,000円って結構良くないですか？良さげですね、確かに。どうやら新品だったら6万5,000円という、すごい倍ぐらいの価格で取ってくれるんだなってことで、でもやっぱこうスニーカーは履くことに意味があるので履いてきます。なんかね、聞いた話だと、やっぱ海外でこうイージーが余っちゃってるって話もあったんで、イージーの場合はあとサイズはそんなに査定には関わらないというか、むしろね、その状態が大事というかのことはおっしゃってました。ということで、今回イージーブースト350フォアブラック買い取り査定をさせていただきました。以上です。